オピタルイコールカンフルーは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。ロピタルイコールカンフルーとの表記がされることもある。オピタルイコールカンフルーは、ブレスト帝白地の南東部にある半島上にある。この半島は北側をオピタル側の川口、南側をオオヌカーの河口とに挟まれ、オヌカワサガンの海を挟んでランデベネックと向かい合っている。 オピタルイコールカンフルーの町は標高6メートルの位置にあり、高潮の時は海となるリアス式海岸を背景としている。また町は小さな海外河川カンフルー川に架か,かる下流最後の橋がある。町の外に出れば丘が多く、ちょうど東側に荒れ山地があるために標高が93メートルになる。町はアルモリカ地域圏自然公園の一部となっている。 ティビディ島は行政上オピタルイコールカンフルーに属する。1870年頃ウジェーヌ・ブーダンが描いたオピタルイコールカンフルーの風景教区協会のファサードに集まる民族衣装を着た人々。1900年頃オピタルという名称は中世に遡る。またキャンフラウトとはブルトン語のカムとフラウトから生じた名称である。地名は時代とともに変化した。 ガンフラウト、ゴアルフラウト、ロピタルゴアルフラウトウキャンフラウト、L、オピータールジュフラウト、ノートルダムでゴアルフラウトなどである。オピタルイコールカンフルーは、もともとは、ランデベネック修道院参加の小修道院で、事前宿泊施設を併設していた。1072年、ランデベネック修道院長によって、ノートルダムドカリスタンの名のもとに施設不支配職が、設置された。修道士たちは、 色は預かりに面したサンマチュードフィーヌ、テール修道院からランデベネック修道院へ、そしてサンティアゴでコンポステーラの巡礼路へ向かう、巡礼者たちに対応するため、おそらく宿泊施設のようなものを運営していた。12世紀、西洋ハネキ士団がラフイエにあるコマンドリーへ移住してきた。そこでは、規律が保たれ、領地から上がる収益が受け取れた。オピタルイコールカンフルは、 かつては、コルネアイユシ教区に含まれるアンベックの小教区であった。正式に教区に格上げされたのは1821年である。教区教会は、キヨゲノレの同伴者性流レの生物を収蔵している。オピタルイコールカンフルーは、何、世紀にもわたって、ローマ軍団、略奪者、入植者、巡礼者、旅の商人たちが会場を及び、 陸上のルートとして通過してきた。ダウラ修道院の伝説的な創設者聖者ウア、ランデベネック修道院の伝説的創設者、キヨゲノレといったブリトン人たちはオピタル近郊に6世紀に上陸した。ノルマン人も10世紀に上陸している。11世紀の公文書はヒベルニアやスコットランドの巡礼者たちがランデベネック修道院へ巡礼に向かうための 中継地がオピタルイコールカンフルーに建設されていたことを示している。オピタルの名の由来はかつてオピタルイコールカンフルーにあった病院である。運営は西洋派抜騎士団が主導しノートロダムドダウラ修道院に属するカンフルー、小修道院の中にあった。アンシャンデジーム時代のロピタルイコールカンフルーは本質的に漁業の小教区であったが甘栽培の文化が根付いていた。 羊毛の生産も行われていた。周辺のコミュームと同様に、20世紀初頭のオピタルイコールカンフルーは、アルコール依存症の問題と直面していた。1901年に掲載された、ウエストエクレール氏の記事には、ケルサントンイ氏の採石場に近接するオピタルイコールカンフルーの、発球で働く大勢の採石労働者たちが酒に溺れる様子が描かれている。 オピタルイコールカンフルーの戦死者慰霊碑には、フランスのために命を捧げた者98名の名が刻まれている。そのうち70名が第一次世界大戦、22名が第二次世界大戦、3名がインドシナ戦争、1名が1955年に、正常不安なモロッコでの戦死者、2名がアルジェリア戦争の戦死者である。百四十六年九月三日のデクレによって、 ロゴナダウラとイルビアックから集落がロピタルイコールカンフルーへ活上された。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。